この世界ののののタブーを語る星園ゆう子の闇のり遊びこの番組は毎週一つずつテーマを決めて私星空優子が一人で好き勝手に喋り倒すという番組です第10回目の今日は自殺についてどう思うというテーマでお送りしますさていよいよ10回目ということで今日はね自殺ということでまたね 難しいそして扱うのが怖いテーマでありますが、えー、まず最初に言っておきますと私自身ね実際に自殺未遂をしたりとかそういう経験というのは今までないですあの本気でね死にたいと思ってた時期はあるんですよね あの私の場合子育てですごく悩んでその自分の子供を愛せないと思って本当に自分を責めてねあの絶対私なんかひどい人間で死ぬべきだと思ってたしもう死んでしまったら楽だろうなとも思ってたけどまあじゃあ実際に本当に死のうとしたっていうのとはまたやっぱり全然話が違うと思うのでねそういう意味で経験はない。あとその近い方ねあの両親とか親戚とか。 親友とかね、パートナーさんとかまあ、そういう方の自殺というのも経験したことがないですなのでまあ、もしかしたら、えー、自殺を語るけ資格はないのかもしれない私はね、経験のないことは語れないという、えー、主義で生きてるのでね なので、そんな人の自殺の話なんか聞きたくないという方は、どうぞこちらで立ち去っていただけたらと思います。まあ、ただね、私の経験の中で語れることっていうのがやっぱりあると思うし、まあ、そういう直接的な経験がないからこその視点っていうのもあると思うのでね、今日はそれをお話しできたらなと思います。で、えっと、最初にね、あの大前提としてあの、私はね、自殺に関しても、 あの、それ自体がいいも悪いもない。正しいも間違ってるもないと思ってます。これはね、あの不倫の会とかでも言ったんですけれども、私は全てにおいてね。良い悪い。正しい正しくないっていう価値観をね。こう持たないという主義で生きてるので、それは殺人で。も自殺でも例外ではないんですね。で、もちろん最初からそうだったわけではなくてね。本当にそのここ数年。 にそう考えるに至ったんですけれども、まあ、ちょっとこの辺は長くなるのでね最後に時間があったらお話ししたいと思いますで、まあ、その前提のもとでねあのー、まあ特に日本は自殺が多い国ですねもともとねそしてここの12年というのは特に増えてます、えー、特に女性とあと10代20代の若者が増えているというニュースを見ますね でやっぱりなんでこんなにそれジャスが多いんだろうっていうことねそれをこう社会としてね、えー、何かこう変えていくためにはね、えー、私個人という立場で何ができるのかなというお話をまずはね3つのポイントでお話ししようかなと思います。 一つ目は、えっと、弱いものいじめめをやめるってことですねこれもあのなんとなくやめるじゃなくて一人一人が意識を持って明確にね気づいた人からやめると決めるっていうことですね。であのー、弱い人とかね悪いことした人とかあとみんなと違う変わった人はこうボコボコに叩いていいっていう空気みたいなのあるじゃないですか空調というかね。でそういうのがね自殺したいほど悩んでいる方を追い詰めてる。 っていううのがすすごくあると思うんですよね直接的にその人に何かをしてないにしてもそういう空気を作ってるのは私たち一人一人なのでね、えっと、そここを変えてててていいいくっっっうのは私たちにできることなななんじゃないかなって思ってますだから死んで初めて話を聞いてもらえるみたいなのあるじゃないですかそれまでは何言っても僕なんかの言うこと聞いてもらえないでも死んだら初めて聞いてもらえるみたいなそういう空気ですよね。で、まあ、それをやめていくっていうのは具体的に言うと、ね、例えばね不倫した芸能人とかあと 過去にね、間違った発言をしてしまった、ホロコーストなんちゃらって言ったからって袋叩きにされるとかね、そういう人たちってもう何も言い返せなくなっちゃうわけじゃないですか、もう悪いことしたやつはもう,もう物申すなみたいな、ただひたすら謝れみたいな、そういうのってなんかやっぱりいじめのお手本を子どもたちにね、大人が見せてるような気が私はするんですよ。で、あとあの最近で言うと、小室さんね、あのー、真子様の。 あの小室さん関係のニュースすごいですよねフェイスブックとかで見かけると必ず300とかさコメントがついてるんですよ。であれちょっとやっぱ異常だなと思ってで税金がなんちゃらってね言ってるけどでもさ税金使って好きなことやってる議員さんとかさい,いっぱいいるけどそこまで叩いてるかしたらそうじゃないじゃない。やっぱりあの方は言い返せないし弱い立場だと思うから叩くっていうのあると思うんですよね。 でもちろんそのかばうコメントもそこそこあるんだけどねでもそういうのも含めてその反応してるっていうことがその記事にこう投票してるっていうことになるのであの反応しない、無視すする、流すってもう「ワイドショー」とか見ないもうほんと時間の無駄だよね。であのこれ、まあ、2つ目のポイントにもつながっていくんだけれどももうそんなことに反応してる時間があったら本気で自分を幸せにすることをこれも本気でね真剣に一人一人が考えていくっていう。 方が大事じゃなないかなと私は思ってます。で2つ目のポイントなんですけどその今言ったねこれねあの大人がねみんな本気で楽しそうにねやりたいことやって生きてたらね若い人たちは、まあ、今すごく辛かったとしても将来あんな風にね大人になったら自由に好きなことやって生き生きと生きられるんだったらもうちょっと頑張ろうってなるかもしれないと思うんですよ。 それがね今みんな大人がねみんなかどうかわかんないけど、あのー、右向け右って言われれば「はい」って言ってね目の輝きを失ってねただ死なないために生きるみたいなことをねみんながやってたらやっぱり希望も何も何なくなのでもううん当に、あのー、これは子供のためだと思って責任を持ってね真剣に、あのー、自分を幸せにするっていう覚悟をするのが大事だと私は思ってます。 あの「子供のために」とか言ってね未形にしわを寄せてこう早く食いしばって何かを頑張るというよりもまずは自分が本気で幸せになるっていうことです、ね、そうそしてね3つ目が、えっとね、お金の仕組みを変えていくっていうこと。 ですこれはねあの2つ目にも絡みますね大人がねあのそれは自分を幸せにしたいよと幸せに生きたいけどお金稼がなきゃいけないからしょうがないじゃないかっていう話もあるじゃないですかですよねで今はね自殺の直接的な原因としてもやっぱり子どもの貧困だったり、まあね、多分女性、えー、シングルマザーだったりとかそのお金を稼げなくてっていう理由もたくさんあるしそういう直接的なものじゃなくてもそのなくても。 大人が、ねあのー、自分のやりたいことをやって自由に生きられないという意味でもやっぱりお金の仕組みを変えていくってすごく、あのー、やっぱ必要だなって思いますこれねみんながそのお金のために生きてるんですよね今ねお金を稼ぐために生きてるでもともとお金っていうのはただのね道具ツールだったはずなんですよね。いつの間にかお金が主役になってお金に振り回されてるっていうこの現状ね。 でこれねお金の話しだすと本当時間取っちゃうのでまた別の機会を設けた方がいいのかもしれないんですけど私はねあの大西恒樹さんという政治家の方の講演会でいろいろ学んでね今のお金のえ発行の仕組みとかねあのもともと金融のプロの方なのでねえとああこういうふうになってるんだなって。でこれを まあ今ね今の時代に合わせて変えていく必要があるってこの高度成長期の時代はそれで良かったかもしれないけど今、ね、の時代にこれを続けたらただただこう、えー、と数字上のお金だけがどんどん増えていってね、あのー、で利子があるからどんどん増えていくわけですよ。で貸す側の人っていうのはどんどんそれで儲かっていって、えっと、借りる側の人っていうのは、えー、どんどん追い詰められていくっていうこの構造ですよね。で あのー、今のお金が生まれる仕組みっていうのは民間銀行が誰か、まあ、企業とか個人とかにお金を貸すことによってそこでお金が生まれるっていう仕組みなんですよね。でそれに利子がついて返さなきゃいけないので、えー、とどんどん、えー、とそのために企業はねなるべく安い労働力でなるべく高く消費者に売るっていうことをしててその労働力も消費者も私たちなわけじゃないですかだから私たちはどんどん追い込まれていくっていう、まあ、そういう仕組みですよね。でこれで あのそこのねどこに貸すかっていうのを決めてるのは民間銀行だから儲かるところにしか貸さないっていうのはこれはまあ当たり前なんですよねその結果介護とか福祉とかあと子育てとかねそういう直接的に利益を今すぐ生み出さないところにはお金が回らない儲けに直結しないからねという構造とかね、まあ、その辺をねやっぱり変えていかないと根本的には解決しないなって私は思ってますね。 でまあ、私はねその大西恒樹さんの考えに賛同するところがすごく多いのでねあの、まあ、今今回は衆議院選は、えー、神奈川4区ということで直接投票はできないんですけれども、まあ、演説を聞きに行くとか、まあ、シェアするとかそういうところであの応援していくっていうことは一つねあの自分にもできることかなと思うので。 あの私はやっていますあのもちろんこれもね「大西恒樹が正しい」とかね「恒、え、樹、ー、さんが正義のの味方でで世の中を変えてくれるぞとかそういういい話では全然ないんんすねあの常木さん自身もあの正義の味方が世の中を変えてくれるんじゃなくてとにかく一人一人の行動しかないっていうことを常に言われてるのでねそういうところも私考え方がすごくあのしっくりくるなと思ってるんですけどぜひ皆様も、えー、とご自身で大西さんのお話を聞いてご自身で判断していただけたらと思います。 えー、というわけで、えー、私がね考えるその自殺したくならない社会にするために私たち本当にあに一般の一人一人がね、えー、できることっていうのを、えー、ちょっと3つ挙げてみました、えーと。1つ目が弱い者いじめをみんなで意識的にちゃんとやめていくっていうことで2つ目が、えー、みんなが自分自身のね 幸せを本当に本気で考えて、えー、やりたいことをやって生き生きと生きていくということ。で、3つ目が、まあ、そのためにもね、えー、お金の仕組みを変えて、えー、お金に振り回されるこの生き方というのをね、見直していくっていうこと。まあ、その3つを挙げてみました。 で、まあ、ちょっと時間がずいぶんちょっ,と経っちゃったので続き後半に分けようかなあのさっき最初に言ったね自殺は良いも悪いもないと思ってるって話をちょっとお話ししたいんですけどこちらはあのマニア向けになると思いますかなりなのであのちょっとねマニアな話、えー、を聞きたい方はぜひ後半も続けてみてくださいえー、チャンネル登録の方ねぜひこちらのセカンドチャンネルとえー、とメインの方の星園う子チャンネルも両方 登録しておいていただけると、えー、またこちらのチャンネルに何かあった場合に、ね、停止になったりした場合にお知らせができるので、えー、ぜひ両方登録お願いしますそしてグッドボタンの方のご協力、えー、過去のね、えー、動画なんかもちょっと見て、えー、またグッドボタンを押していただけたらとっても嬉しいです、えー、では後半に続きます星園優子でした。闇の